モルッカ諸島はマルク州と北マルク州に分かれる。北マルク州マルク州モルッカ諸島、またはマルク諸島はインドネシア共和国のセラム海とバンダ海に分布する群島。スラウェシ島の東、ニューギニア島の西、ティモール島の北に位置する。歴史的に高領諸島として特に西洋人や中国人の間で有名であった。山勝ちであり、いくつかの活火山がある。 気候は湿潤。農業は小規模で行われているが、米、佐ゴヤ市のほか、ナツメグ、クローブなどの香辛料など、価値の高い農産物を生産している。大航海時代にヨーロッパ諸国がマルク諸島に押し寄せたことから、キリスト教徒が多い。モルッカの名は、アラブ人商人によって付けられた、女王の島というこの、女王の部分だという説が有力である。しかし、 その名は14世紀に書かれたムププラパンカによる著書にすでに見られ、アラブ人商人らの到着した15世紀後半に先行することになる。現地語で、牛の塔や何か大きなものを意味するという説もある。ものの、いずれも、定説とされるものではない。バンダ海の人々は古代ローマ帝国の時代から、中国などアジア諸国と高信領貿易をしていた。イスラム教が勢力を強めると、 イスラム商人による貿易が支配的となった。古代のアラブの転居でこの諸島の位置はジャバ島から東へ15日間の航海と記述されている。しかし、イスラム商人の存在は中国のこの海域の支配が弱まった13世紀後半に確かなものとなった。アラブ商人がイスラム教だけでなくツルタン性を新しい社会組織として 重要な島の富裕層に取り入れさせた。そして外来者との取引が効果的であることを見せた。ベネツィアはモンゴルやトルコによって伝統的な東西陸路が破壊された後の西暦1200年から1500年の間、アレクサンドリアなどの港への地中海航路を支配し、イスラム商人と取引することによってヨーロッパにおける高新量貿易を独占した。ベネツィアによる 公衆益取引の独占支配に変わる手段を発見するための報奨金が振ってはいた。ヨーロッパの大航海時代の最も重要な要因であった。ポルトガルはアフリカ最南端を回る航路開拓をいち早く始め、その途上の拠点地を確保していった。航海に利用できる南向きの海流を探している時にブラジルを発見した。ポルトガルの偶然の成功と、 帝国の確立は、スペイン、フランス、イギリス、オランダなどの他のヨーロッパ諸国に、ポルトガルの地位に挑戦し、打ち勝つための開示力を起こさせることになった。香辛料がヨーロッパにおいて高い価値を持ち、大きな収入を上げられるため、オランダ、イギリスはすぐにこの地域において独占権を得ようと、争いに加わった。小さな諸島を支配するための争いは、オランダが、 大大地がいろいろある中で、マンハッタン島をイギリスに長としてまで、この小さな島を支配し、バンダ諸島の支配権を確立するほど熾烈を極めた。バンダ諸島の原住民は、オランダによって、ほとんどの住民が虐殺されたり奴隷にされるという、戦いによってほとんどすべてのものを失った。高新領戦争の間に6000人以上が殺された。高新領諸島に到達したことは、 オランダ東インド会社による帝国の囲い込みと偶発的な西インド諸島の発見へとつながり、グローバル市場及び資源を支配するためのヨーロッパ諸国の開示力競争の世紀への起爆剤となった。ボロボロにされた神秘の高信量諸島は最終的にフランス及びイギリスがその趣旨を略奪し、自身の当事領であるモーリシャス、グレナダなど、 他の場所にに植えたたたため更新量がよりありあふれた容易に供給できる商品となっこの地域の住人の居住の初期の考古学的証拠は、およそ3万2000年前に遡るが、オーストラリアにおけるさらに古い証拠が、モルッカ諸島における訪問者の存在が、その前の時代に確認されていたことを意味している。徐々に増加していた、長距離の貿易と、 多くの諸島で占領が頻繁に起きていたことの証拠により、約1万年前から1万5000年前に貿易並びに占領が開始していたことを示す。いくつかの島で、紀元前200年頃、インドは大陸で貨幣として使用されていたオニキスの数種玉及び銀板の一部が発掘された。加えて、地域の言語は500年代及び600年代に、 活発になった中国との貿易の結果、メラネシア社会で使用されるようになった中国語を語源する言語とは異なり、マレー語の系統であった。モルッカ諸島は、香辛料の商人が、この地域を訪れ移り住んだ、アラブ人及び、中国人を含めて、貿易商たちが行きない及び、周辺地域に居住していた国際的な社会であった。関石資料には、ビラク巨と記されている。 ポルトガル人は16世紀初頭にマラッカを征服し、彼らの影響はモルッカ諸島並びに他のインドネシア東部に最も強く残っているように思われる。1511年8月のポルトガルのマラッカ征服に引き続いてアホンソでアルブケルケはバンダ諸島や他の高新領諸島への航路を学びアントーニオでエイブリュー。 シームはアホーンス・ビシグド及びフランシスコ・セラを指揮下の3隻の戦団を遠征させた。そのキロで1512年フランシスコ・セラオは羊までナンパした。そこで彼の戦闘技術に感銘を受けた地域の支配者と協力関係を結んだ。スペイン人はテルナテ島及びティドレ島を支配した。伝道師及びカトリックの聖人であるフランシスコ・ザビエルは 1546年から1547年までモルッカ諸島でアンボン人の間で布教を行っていた。1599年にオランダ人が到着し、現住民たちはポルトガルが伝統的な貿易を独占しようと試みたことに不満を持っていると報告している。アンボン人がヒツラーナに取りを築くオランダ人を手助けした後、ポルトガル人はアンボン人が オランダ人を招いたことに対して報復を開始した。1605年よりフレデリック・ハウトマンがアンボンにおいて最初のオランダ人支配者となった。オランダ東インド会社はその手法において以下の3つの障害を有していた。ポルトガル人が原住民を支配していた。原住民はイングランドとの不法取引がヨーロッパ人の独占に対する唯一の対抗手段であった。 17世紀の他の事件の間、バンダ諸島の住民は、イングランドとの独立貿易を試みた。オランダ東インド会社の反応は、バンダ諸島の原住民を虐殺し、その生き残りは、他の島へ移住させ、奴隷の労働をさせるというものであった。他の種族もバンダ諸島に居住していたが、モルッカ諸島は、他国の支配下にあり、不安定であった。ポルトガルがマカッサルに、 新しい貿易拠点を築いた後でさえ、1636万1646年と、原住民の反乱は起きた。東インド会社の支配により、北部モルッカ諸島は、テルナーテ島に居住するオランダ住民によって、南部はアンボイナ人によって統治された。第二次世界大戦中の日本占領したモルッカの住民は産地に流れ込んだが、 南モルッカ旅団として知られる抵抗運動を起こした。戦後、党の政治指導者たちは、独立に関してオランダと協議して、これに成功した。インドネシア人の要求もあり、1949年に、ラウンドテーブルコンファレンスグリメンツにより、モルッカ諸島に、新しいインドネシアに加わる田舎の選択権を与えるとともに、インドネシアに移譲された。この同意により、 モルッカ人は最終的な統治権を決定する権利を有すると認められた。1950年の連邦国家に代わる単一国家インドネシア共和国の独立宣言時に南モルッカは共和国からの離脱を試みた。この動きはクリス・ソマキルによって導かれ、オランダ特別部隊のメンバーマラキンによって支援されていた。行政上は次の2州からなる。 マルク州北マルク州テルナテ島北マルク州は、テルナテ島、ティドレ島、EN、ベコン、ハルマヘラ島、モロタイ島、オビ諸島、EN、スラアイランズ。マルク州は、アンボン島、EN、リースアイランズ、セラム島、ブル島、ル島バンダ諸島、ガランドアイランズ、ワトバイラアイランズ、カイ諸島、アルイ諸島、南に離れて、バラトダヤ諸島の EN、ボバアイランズ。 ダマル島、ロマン島、EN、キーサール、EN、レッテアイランズ、タニンバル諸島、ウェタル島。2009年10月24日にバンダ海を中心としたマグニチュード7.0の大規模な地震が発生した。ありがとうございます。